あ、ちゃんと本人来てくれたね。食パン。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速マンション見てこう。ん？今早速ハートマークがあったような気がする。お、ほら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 。キャンディーさん、入ります。入ります。子供ですか？二人目よね。いいね。前の子供確か小夢さんにめっちゃそっぴりやったけん。次はキャンディーさん似の子供が、できたらいいな。お、実用品旅行券をもらいました。ありがとう。思い出し笑いできるようなことがあるというのは幸せなことだよ。はい。キッシュでもどうぞ。どうすか。まあまあ美味しかったようです。よかったよかった。すべてにおいてゆっくりゆっくり。ふふふ。そして、友達マーク。ん？喧嘩だな。誰と喧嘩してる？ここ、お！ちょ待って、ハート。リボちゃん、入ります。夜空さんと喧嘩したんかな？さあ、相手は誰ですか？既婚者じゃありませんように。実は私。ふんふんふん。え、ちょっと待って、二人。どっちに告白すればいいでしょうか？ハクレンさんって今彼女おったっけ？ユートさん彼女おったよね？え、ハクレンさん？なんか二人ともおったような、おらんかったような、違う、ユートさん確実におったんよ。ハクレンさんわからん。ハクレンさんにしよう。とりあえず。かわいく。いや、偉そうに。偉そうに。でも、ハクレンさん相手やけんな。それじゃあ、屋上、浜辺。よし、浜辺で。その前に、着替えた方がいいですかね。そのまんまでいいと思うよ。はい。わかりました。では、勇気も出して告白してきます。いってらっしゃい。ジョリボちゃん、女王様的な感じやん。見た目が。うん、来た来た来た。アイドル同士みたいな。あなたなんか、全然好みじゃないんですけど。ツンデレやツンデレ。付き合ってあげてもいいですよ。わざわざ呼び出してこれを言うっていう、ね。ちょっと待った。おお、誰？えぇ、マジで？あ、めっちゃ走ってきた。本当にあなたも好きなのは、めっちゃ走ってきたよ。私です。なんか全然タイプの違う二人だけど。私の方があなたのことも好きに決まってます。好きって言ってしまったやん。アクレン、さっき全然違うって言ったのに。超偉そう、腕組んでる。あ、これは、お、どっちも、あー、どっちもごめんなさいか。今の間的にはどっちか選ぶんかと思ったわ。ああ、玉砕。ハクレンさん相手おったんかな？どう？リベンジとかどうすか？行かない？リベンジは絶対ほら二人きりやけんさ。お、行くか。燃えてるね。よし、これですっきりしよう。告白したいです。頑張れ。何買っていくんやろ。ギターとかプレゼントしたら喜びそう。まあ、買えるものの中にはないか。あ、ちゃんと本人来てくれたね。食パン。へそくりで買う食パン。最近話題の高級食パンか何かですか？はぁ、怖い。お願い。やっぱり、あー、ダメだったー、マジかー。食パンじゃダメだったよ。食パンじゃダメだったよ。で、まあ、これでスッキリしたよね。今度こそ残念な結果に終わりました。次の声に行こう。うん。
頑張ったんやけどね、リボちゃん。粘ったけど。なんだかんだロケイって、似顔絵に描きやすそうな顔ですよね。そんなことはないと思うけどね、全然。似顔絵で描きやすそうな顔の人おる？おらんような気が。どうすか？すごく美味しかった。お、よかったよかった。ご機嫌やね。もうさっぱりもしたし。ご機嫌ご機嫌。さあ、それじゃあちょっと仲直りさせますか。ペッカラさん入ります。多分夜空さんとやる喧嘩。もう怒った。どうした？何があった？夜空と喧嘩。あ、ほらやっぱり夜空さんや。腹が立ちます。落ち着いて。落ち着いてね。仲直りしよう。じゃあ、このイライラを沈めてください。よし、それじゃあ、ハンバーグでも食べて落ち着こうか。ハンバーグ。こっちじゃないのか。こっちか。ハン、バーグ。あれ？どこ？ないやん。もしかしてもう、辛？こっちで。ハンバーグー、あ、あった。よし、いらっしゃいませ。じゃあこれをお土産ありがとうございます。ありがとうございます。食べてご機嫌になってください。はい、どうぞ。いただきます。ほいほい。さあ踊れ。これで一発で機嫌も治るね。大好物だったようです。気分が落ち着きました。うーん、逆にちょっと興奮してるような気がするけど。仲直りしてこようと思います。はい、いってらっしゃい。夜空さんの方はどうかな。まだまだ怒っとるかもしれんけどね。こっちは超ご機嫌やけどね。さあ、どうだ。この間はごめんなさい。どう？こちらこそごめんなさい。ああ、よかった。ちゃんと仲直りできた。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ。仲直りできました。よかったよかった。お、レベルアップ。はい、それじゃあ道具で、マラカス。はい、道具マラカスをプレゼントしました。お礼にこれもあげます。なになに？実用品使い捨てカメラをもらいました。ありがとう。あの水平線の向こうにはどんな世界があるのでしょうね。わからない。想像もつかない。早速なんかゆうまくんと楽しそうやった。さあ、それじゃあちょっと一軒家の方も見てみようか。おお、なに？びっくりした。誰？ちょっとすみません。はいはい。どうしても、ゆうべが泣きやんでくれないのですが、あ、そう、ブラネちゃんとゆうまくんのところにね、新しく子供が生まれたい。ゆうねちゃん。そっくりさんだよ。ほら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 。あ、このリズム。あ、いい感じや。ほらほらほら、もうご機嫌。あ、ちょっと。あ、ちょっと怪しい。雲行きが怪しく。お、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 ほら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 。あー、大丈夫、大丈夫。あ、このリズムか。あ、違う。難しい。この、頑張る。私頑張る。え？いいリズムで固定しちゃったと思うんやけどな。なんか変わった？あ、これや。ああ。あ、これやね。ほらほらほら。はい、ごき。微妙。そう。ね、すぐに不機嫌になる。あ、これか。これは。つらい。
激しい。あ、これや。あ、これやね。あれ？どれや？これか。すぐ不機嫌になるんやけど、つらい。これや。あ、ほら、もうご機嫌になって。ほらほらほら。ちょっと、ブラネちゃん。見て見て見て。これでいいっすか？ほらほら、ご機嫌ご機嫌。そろそろミルクの時間ですね。ゆうべの機嫌も随分良くなりました。よかったよかった。ありがとうそっくりさん、ありがとうございました。いえいえ。お礼にこれもあげます。粘ってよかったよ。実用品スライドパズルをもらいました。ありがとう。それ、ゆうねちゃんにあげればいいんじゃない？スライドパズル。ん、なんかマークが。あ、友達マーク2つ。喧嘩とかじゃないだろうね。とりあえず、チャーリーさんを呼び出し。なあ、喧嘩じゃねえか。誰と？赤花と喧嘩しました。あ、ってことはさっきの一軒家のマークが多分そうってことやね。仲直りしよう。このイライラも沈めてください。よし、ピザだね。ピザでご機嫌を。ピザ、うん、ないぞ。ピザ、あれ？なくね？え、なかったよね、今。ん、ないぞ。ってことは、こっちの、下、に、ピザ。あった。いらっしゃいませ。はい、これを。お買い上げ、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、どうぞ。これでチャーリーさんもご機嫌に速攻で変わるはず。はい、来た。本日2度目のダンス。女の子と男の子で踊りが違ったりとかしてもいいのにね。大好物だったようです。お、よかったよかった。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。はい、いってらっしゃい。さあ、ちゃんと仲直りできるのか。大丈夫かな。この間はごめんなさい。お、お願い、赤花さん。許しません。なんでだよ。どうして。何があった。何がそんなに腹立たしいの。うまくいきませんでした。つらい。でした。まあ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 。ね、何かしら、許せないと思うような何かがあったのね。赤花さん的には。で、喧嘩の内容は？赤花の何個もの。性格的なやつ。何個ものって有望な何個ものなんだもん。子供やないか。やりとりが子供やないか。まあ、そのうち仲直りできるよ。頑張れ、チャーリーさん。はい、それじゃあ、みんなに募金を募ります。さあ、みんなじゃんじゃん入れてってね。今日は 27,100 円集まりました。ありがとう。はい、そして、朝一。今日は桃だよ。桃いいね。最近蛇口から出る桃のジュースが話題になってるけど。今日はおまけしちゃうの。ああいうのみんな好きよね。実用品大人スプレーをおまけしてもらいました。ありがとう。毎度あり。桃食べたいな。はい、そしてミーニュース見てこう。お、ユニポンちゃんや。11時になりました。ミーニュースをお伝えします。お願いします。メダル景品はミーキャッチャー登場。そんなユニークなクレーンゲームこれはみんながクレーンゲームの中に入ってるってこと。ゲームセンターアユナで入るの。内藤さんの話によると、誰、内藤さん。ゲームを設置した当初はミーを物のように扱っていて良くないなどの。それはね、だって意見もあったそうですが、要は人間キャッチャーって感じやろ、こっちの世界で言うと。でも私も体験してみたい。掴まれる感覚が斬新。いいね。ちょっとだけ微笑ましいです。やられた。どんな感覚なんやろうね。
はい。11時のミーニュース、はい、宮下がお伝えしました。ありがとう。はい、そして今回はまた歌の歌詞を送ってきてくれた人がいるので聞いていきたいと思います。はい、今回グループで前回と同じく、はい、ミネマナで仮面よありがとう、歌を送ってきてくれたのは前回と同じくゆりさん。ちなみに仮面を卒業して10年後っていう設定らしいです。ゆけん一応卒業式の袴衣装がいいね、ストーリーがあるの。仮面と別れ約10年、仮面はどこかへ行ってしまった。仮面の存在すごい感慨深い感じの。なるほどね、やっぱ存在はでかかったよね、仮面の。ずっとつけとるもんね、基本的に。ほい、ということで、はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。こうやってなんか自分が作っていく歌の中でストーリーを作ってくれたりとかね、面白いよね。なんかみんながいろいろ設定を考えてくれて